この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。おお、なるほどね。あ、出た。聖女5。うひょー。で、こちら辺はなしやね。おお。こういうオムニバス形式っていうんだけど、こういうふうにこの作品は進んでいきます。ごめんなさい。ホームルーム終わって急いで来たつもりだったんだけど。来た、来てくれた。木曜日の放課後、私はホームルームが終わると教室から駆け出してまっすぐに屋上に向かった。相原先輩はまだ来てなくて、誰もいない屋上だったんでちょっと不安になったけど、先輩の教室がある奥校舎からここまでの距離を思い出して心を落ち着けた。そして待つことしばしだった。先輩が来てくれた。ちょっと待たせちゃったかしら。ううん、そんなことないです。私は慌てて首を横に振る。全然待ってない。それよりも、いつの間にかカバンに入ってたあんな手紙、あんなことが書いてある手紙、それをちゃんと読んで、こうして来てくれたのが嬉しかった。あのそれで、話したいことって何かしら。おお、ドキドキする。確かに確かに、これはあれだな、あの幽霊じゃなくても応援したくなるな。あの何度も考えていたのに、何回も頭の中で練習したのに、いざとなったら言葉が出てこない。私どうしよう。すぐに次の言葉が出てこない。先輩の顔がすぐ近くにある。ぐるぐる回って見える。ああ、なんか困ってるっぽい。そうだよね、あんななんかもう思いの丈ってのをぶちまけちゃったって画面を読んでくれたんだもの。私がこれから何を言い出すのか分かっちゃってるのかな。それで困ってるのかな。でも私が言わなくちゃ。いえ、言っちゃえ。私好きなんです。ああ、びっくりしてる。そんな感じっぽい。あの私変なこと言ってるって分かってます。私女の子で、先輩も女の人だって分かってます。でも先輩のこと好きなんです。本当に変だって分かってるけど、変なことだと思うかもしれませんけど、好きなんです。言っちゃった。言い終えたことでちょっと気持ちが落ち着いたのかもしれない。改めて私は先輩の顔を見た。相原先輩はその何かとても困ったような顔をしていた。そうだよね、いきなり1回しか会ったことのない1年生にこんなこと言われて。ごめんなさい先輩、あの私変なこと言っちゃって。でも本当にあの日先輩に助けてもらって嬉しかったんです。汚れた制服きれいにしてもらって嬉しかったんです。それで素敵な先輩だなって思って、それからずっと先輩のことが気になって気になって、それでこんなのって変ですか。女の子同士なのにこんなのってありなんでしょうか。私なんで先輩にこんなこと聞いているんだろう。でも変でもいい、ありだって言ってほしい。あの、マキさん。はい。
変かどうかって、その…ありかどうかってのはよくわからなくて。そっか、そうだよね。でも手紙に書いてあったマキさんのお礼の言葉は私とても嬉しかったの。ちょっと案内してあげただけなのにあんなに感謝してくれたの嬉しかったのよ。だからこんな人と友達になれたら嬉しいなってそう思ったの。先輩、だからね、まずはその友達からね。先輩、嬉しいのかな、これっていいのかな、友達なら。ごめんなさい、マキさんの好きが私にはまだよくわからないから、友達としてまず好きになってみようと思うの。おほ、それじゃあダメかしら。いえ、ダメじゃない。あ、私も先輩と友達になりたいです。うん、まずは友達から。それでもいい、だってよかった。まずは友達から始めましょう。そこからならマキさんのことをきっと好きになれるし、好かれたいって思うわ。私のことを好きって言ってくれたから、私が先輩のことをそうやって好きになってくれる、先輩が私のことをそうやって好きになってくれるなら、それから先はゆっくりと考えていきましょう。私もよくわからないから。はい、先輩、これからよろしくお願いします。え、こちらこそよろしくね、マキちゃん。はい、やった、やっぱり嬉しい、先輩と友達になれた、好きって言ってもらえた、それにマキちゃんって。心の中でガッツポーズを決めたとき、背中の方からかすかに何か拍手みたいな音がした。うひょー。で、誰かいたのかなって思って振り返ったけど、そこには誰もいなかった。どうしたの、マキちゃん。あ、いえ、なんでもないです。あの、今日はありがとうございました。うん、こちらこそ。ごめんね、せっかく友達になれたのに、私ちょっと今から委員会の仕事があって。あ、いいんです。それよりも、あの、私もお手伝いしていいですか。え、お手伝いしたいんです、先輩の。一生懸命やりますから。先輩と一緒に屋上を出る。最後にもう一度音が聞こえた方を振り返ったけど、やっぱり誰もいなかった。うん、でも誰もいなかったよね。でもなんか、聞こえた気がした。おめでとう、そんな声も。